藤間和は日本プロポケットビリヤード連盟所属のプロポケットビリヤード選手。日本国内にてポケットビリヤードを統括するプロ組織の設立、アジアポケットビリヤード連盟の設立などに尽力したことで知られ日本ポケットビリヤード界の父と呼ばれる。京都府出身、血液型は A 型。世界プール協会のアシスタントスポーツディレクター。 アジアポケットビリヤード連盟のスポーツディレクター、海外数カ国において、ナショナルチームのコーチ、各種国際大会などのテクニカルサポーターを行っている。1929年、ビリヤード場を経営する家庭の長男として生まれる。スポーツで立身していくことが難しい時代だったこと、親からもあまり良い顔をされなかったことなどもあり、ビリヤードをつくことはほとんどなかった。 大学生活を経て日面に就職。花がたとされるアジア向け輸出業務に携わった。しかし、朝鮮特需の需要が減ってくると営業部門へ移動となり、仕事に対する興味を失っていった。その頃、父からもう一軒のビリヤード場を開くチャンスができたと誘われ、25歳の時に新京国でビリヤード場を経営し、ビリヤードに深く関わるようになった。 本格的にビリヤードに携わるようになってから間もない1954年、京都で開催された第2回総理大臣杯全日本、アマローテーション選手権に参加して優勝する。1960年の第8回に参加した時も優勝し、京都府同級組合より表彰された。1961年、当時の日本で普及していたローテーションを用いて、 よりレベルの高いトーナメントを作りたいと願い、名人戦創設に着手する。まだキャロムビリヤードの競技団体であった、日本ビリヤード協会以外にポケットビリヤードの競技団体はなかったため、藤間が率先して、京都ローテーションクラブ、大阪ローテーションクラブの関係者とともに、日本ローテーション連盟を発足、名人戦を実現させた。第1回大会で、 自ら優勝を果たし、以来7連覇という記録を残した。その他、都市対抗戦を創設している。藤原はビリヤードを発展させていくためには、東京での普及がなければ達することができないと考えていたが1963年にその機会に恵まれた。名人戦の講演をしていた放置新聞社の担当者と後楽園ビリヤードの責任者の要請を受け、 ビリヤード教室を2ヶ月にわたり開催。東京において未知の競技であったローテーションには大きな反響があった。翌年は品川ボーリングで開催、東京のビリヤード事情も変化していった。1966年3月、国内ビリヤード業者のアメリカ視察へ同行。14から1世界選手権のポスターを発見して見学をしたいと業者とは別行動を取った。 会場では自ら出場意志を伝え、翌年に日本人初となるポケットプレイヤーとして参加を果たす。しかし、リーグは15戦全敗という散々なものだった。1967年、以前から構想していたポケットビリヤードのプロ組織を発足させるため、名人位を返上。日本玉大の井上音声のバックアップを受けながら、桜本守、大田浩二、 鍵村哲夫、花谷勝、大橋光平らと共に日本、プロポケットビリヤード連盟を設立した。設立したその年に全日本選手権を開催、自ら優勝した。この全日本選手権にはキャロムビリヤードプレイヤー、出会った、小林信明も特別招待選手として招かれた。プロへ転向したが収入が困難だと判断し、日本玉台へ、自ら赴いて、 提案を行った。結果、同社の圧戦により東京の淡路邸と専属プロ契約を結び、以降のプロ選手がビリヤード関連業者と専属契約を行うための下地を作った。1968年、前年に引き続き14から1世界選手権に参加するため2ヶ月ほどアメリカへ滞在。このため、全日本選手権の開催に時間を避けず、 同大会を開催できなかったが、1966年に渡米した際に、進行のあったジョー・バルシスの来日を取り付け、その翌年に開催した全日本選手権へ招聘した。この年から採用された14から1競技の部で、ジョー・バルシスが優勝し、藤間は2位という成績を残した。1970年代は全日本選手権へ、海外の選手を招聘することに尽力する。 1970年はダニー・ガートナー。1973、74年はルービュー・テラー。1976年にはジム・レンピト・ホセ・パリカ。1979年にはエフレン・レイズが来日した。ホセ・パリカの昇兵によりフィリピンとの交流窓口を作った。1974年、日本に本格的なポケットビリヤード専門書がなかったため、 ポケットビリヤード入門を、上司1978年、オーストラリアのエディチャールトンからのエキシビジョンの要請があり、1ヶ月のツアーを行った。当時のオーストラリアは、スヌーカーの普及率が100%であったが、藤間が依頼されたのは、プールのエキシビジョンであった。2月28日に、現地入りした後、手始めに、メルボルンで開催されるムーンバというフェスティバルで8フィートの、 スヌーカーテーブルを積載してパレードへ参加。フェスティバルの翌日からはプールテーブルも積載してシドニーを目指した。テーブルは工業の際に頻繁に行われる搬入や設置のことを考えアルミ製のスレートを用意した。シドニーを立った後全インドネシアビリヤード協会の要請によりインドネシアへ入国。ジャカルタで5日間のエキシビジョンを行った。続けて4月下旬は 日本玉台の井上に同行して台湾へ入国。ローテーションナインボール14から1の3種目を紹介して中国語版のルールブックの作成に協力した。この際にポケットビリヤードを花式同級と命名。以降もこの名称がそのまま利用されている。1978年6月。 ホセパリカより紹介された政府管轄のスポーツ機関であるガブのダニエル・タマヨの援助を受け、マニラで開催される日比対抗戦フレンドリートーナメントへ出場する。日本チームは、藤間、田中守、井上淳介、大田浩二、島崎義光の5名と日本玉大の井上、他2名の選手であった。フィリピンチームは、ホセパリカ、エフレン・レイズ、ロドル・フォルアット、 ジョージ・デーサー、マニュエル・フローレス。種目は、アジアン・ローテーションの7セット選手、1人2試合、計10試合を行い、2勝8敗で完敗した。2日間の開催であったが、約7000人の観客が集まった。1979年10月、2回目の日比、対抗戦が行われたが、観客動員数は2000人と下回った。理由は、前回の対抗戦で、 フィリピンが勝利しているためである。日本チームは、藤間、田中守、角辺り、鉄郎、井上淳介、長谷川国夫。フィリピンチームは、ホセパリカ、エフレンレイズ、ロドルフォルアット、ジミー・チェン、ロガシアの王信。試合フォーマットは、アジアンローテーション6セット選手、1人2試合、計10試合を行い、4勝6敗。以来、 日比対抗戦は行われていない。1982年3月2から21日、オーストラリアで開催される、キロバイトワールドプールチャレンジシリーズへ招聘される。招待されたプールプレイヤーは、藤間、ジム・レンピ、マイク・シーゲルの3名。スヌーカープレイヤーは、地元のエディ・チャールトンのほか、ジョン・スペンサー、ペリー・マン、レイ・リードン、クリフ・ゾーボンら8名。 試合フォーマットはエイトボール4セット選手で行われ、1人1日1試合12カ所で行われ、他のイベントと閉催された。1984年後半から85年にかけてのビリヤードブームの影響で友人、知人からテーブルの輸入してほしいという依頼が藤間に対して殺到した。親密にしていた台湾の業者から輸入を行い、毎日業務に追われた。 この頃、ビリヤード場の共同経営を好条件で提示され、当時勤めていた半球ーボールを退社して、ガンディを経営する。1986年、台北体育会同級委員会主任の最長より、国際トーナメントを開催するため、出場選手の圧戦を依頼される。このトーナメントには、台湾の選手8名のほか、ジム・レンピ、ルー・ビューテラ、アンダース・ジョハンソン、ビョルン・ジョンソン、 奥村健、戸田隆史、藤間が参加した。1987年、インドネシアのジャカルタで開催された、東南アジア競技大会のテクニカル委員として、招聘される。1988年5月、ヨーロッパ連盟から、世界プール協会創設に関するミーティングに、アジア代表者として呼ばれ参加し、アジアポケットビリヤード連盟を創設して加盟する、ことを約束して帰国した。 8月、台北で開催されたトーナメントで出会ったと英気に、アップブー代表者就任を依頼し、快略を得た。藤間は理事に就任する。この2名は、世界プール協会のボードメンバーとなる。1997年、ワールドプールマスターズへの出場を要請される。戦績はご遺体であった。2004年10月、カタールビリヤードヌヌーカー連盟のコーチを依頼され、2ヶ月という、 期限付きでコーチを行った。2006年より拠点をドーハへ移す。2008年、カタールビリヤードヌヌーカー連盟の要請を受け、ナインボールカタール国際オープン選手権の企画運営に携わる。4ヶ月にわたる準備期間はすべて藤間に一任された。アラブ地域で初となる大規模なイベントであった、このトーナメントを藤間は成功させる。翌2009年も、 ナインボールカタール国際オープン選手権は成功を収めたことからカタールビリヤードヌヌーカー連盟は世界ナインボール選手権を開催することをアナウンス2010年6月の開催にこぎつけることができた2010年10月中東アラブ諸国13カ国からなる西アジアビリヤードスヌーカー連盟の立ち上げに協力ありがとうございます